兵庫県新温泉町では今日、4年ぶりに雪上運動会が開かれ、参加者たちが熱い戦いを繰り広げました。雪上運動会は、豊富な雪を生かして親子で競技を楽しんでもらおうと、田島牧場公園で例年開かれている冬の恒例イベントですが、ここ数年は雪不足などで中止され、4年ぶりの開催となりました。今日は一面白銀の世界の中、参加者50人が反り押しや玉入れなどに挑戦していました。一個も入れない。小学校ソフトボールやってたんですけど、ね、ダメですね。少し難しかったです。まあとりあえず0個よりマシかなって。今日で一応110センチぐらいかなと。今年は、はい、はい、雪があって感謝感謝で、はいはいはい。田島牧場公園にはスキー場も併設されています。